はい。皆さん、こんにちは。J と申します。定期テスト対策、混沌ですね。掃除というところを見ていきたいと思います。話の内容、ズバッと簡単にまとめておくと、広大な無意自然に対し、ちっぽけな人間の知識などを加えると、自然とじ自然自体がね、崩壊してしまうという。だから、人間のちっぽけな知恵なんて、自然に入れてはいけないんだっていうようなお話です。なんやそれという感じなんですけども、 こんな簡単なことなんですけどね。比喩表現使われまくってめちゃ難しなってるっていうのが本文です。見ていきましょう。何回の帝、帝定という風に呼んでるのかな何回の定を祝となしですね。ちなみに祝というのは非常に短い時間のことを表す漢字です。何回の定を祝となしですね。何回の定を祝としました。これ名前で使ってます。ここはね。 そして、北海の帝を骨となしですね。ちなみにこの骨というのも非常に短い時間です。だから、宿と骨っていうのは基本的にほぼ同じ意味で使う言葉ですね。北海の帝庭というのが骨としてというふうになってます。これも帝の帝王の名前というふうにとってください。そして、中央の帝を混沌となすというふうになってますね。 中央の帝、帝という、帝王というものを混沌だとしますということですね。そしてここで今回のこの文,文章に関する問題を予想しております。それが何かというと、宿 コツ混沌これらがですね何を一体擬人化したものなのなかという話になりますもうこれね一番初めのまとめのところで言ってしまったんですけども祝と骨に関してはですねもうぶっちゃけこの後見ていけば分かりますけども簡単に言うともう非常に短い時間しか生きれないちっぽけな人間の知恵とか知識みたいなものを指してるんですよ。 で、それに対して混沌というのは、もう非常に膨大に長い時間存在する無意なる自然、無意自然というものを実は表現しております。見ていきましょう。実際どういうことか。祝と骨とですね。祝と骨とがと。時に愛ともにを一緒にってことですね。アフ会いに行きました。 何かというと混沌の地にあふというふうになってますね。混沌の地というのは何かというと、このね、混沌が帝王をやっている地域、地方、国ということですね。ある時混沌の国で出会う。そういうことですね。すいません。もう答えをここに出し,し置,き置きますね。はい。宿と骨に関しては人間のつまらない知恵。そして混沌というのは無意、自然ですよというふうに考えてます。 混沌対するですね。これを花ははだよしというふうになってますね。混沌これを対すること花ははだよしというふうになってます。訳としましては混沌の祝と骨へのおもてなしですね。まあ非常に良かったと。現代語訳の問題を予想しているというところですね。緑の色を変えている部分というのは問題として出るんじゃないかなというふうにちょっと予想している部分になります。続き行きましょう。祝と骨と。うん。 はかりて、これが動詞になってます。何をはかったのかということですね。報いることをはかったっていうことですね。で、報いるって何に報いるのかっていうと、混沌の徳ですね。先ほどおもてなしをしてもらったというふうに言われたので、混沌がおもてなししてくれたから、そのおもてなしに何とか報いようといろいろ考えたということなんですけども、 宿と骨と混沌の特に報いることを図りて曰くですね。宿と骨は混沌の恩恵に報いようと相談してこう言う。人には皆ある。で何があるのかなっていうと、七景というものがある。これが一体何ですかというふうに問題で出るんじゃないかなと予想します。もって主張、食、即するにというふうになってますね。 人皆七景ありて、持って市長を食直、食足するにですね。人間には皆七つの穴があって、それで見たり聞いたり食べたり息をしたりしているという、これがもうほぼヒントになってるんですけども、七景っていうのは何かっていうと、二つの目、そして二つの鼻、そして二つの耳で、2たす2たす2で、今、ま、六、あ、6ですよね。あと、この口を足して七つの口。 穴ということになるんですけども、縮足するにと、これ一人なしと。何がないのかっていうと、あることがないっていうふうに言ってるんですけど、これ何を言ってるかっていうと、これが混沌、あなたには一つもないというふうに言ってるんですよね。試みに、うがたんとって言ってます。うがつというのは穴を開けるということなんですけども、これを穴を開けてみようということですね。これ一人、あることなし。 試みにこれをうがたんとっていう風になってます混沌にだけですねこの一人というのは読みと意味が問題で出るんじゃないかなという風に予想してて一人って読むからぼっちっていう意味で取りそうになるんですけどこれどっちかっていうと限定の句形でオンリーという意味で使うことが多いんだよねだから混沌にだけという感じですね 7つの穴がない。試しに穴を開けてあげましょう。というふうに言ったわけですね。まあこれあくまでもお礼としてやろうとしているわけですよ。日にうがちですね。一、えー、つの七系を開ける。1個の穴ですよ。一つの穴を開ける。するとですね。7日にして 混沌し数という風になってます。一日ごとに一つずつ穴を開けていきますから、最後七系になるには当然の日、一週間かかりますよという風になるので、この七日の部分が空白になってて、ここには一体何が入りますかとかっていう問題が出るんじゃないかなという風に予想してるので、七日の部分も少し色を変えてます。日に一系をうがち。七日にして混沌し数なんとまあ死んでしまったっていうね。 毎日穴を一つずつ開けていくと、7日目に混沌は死んでしまったというね。ということで、今回の話としてはね、一体何が言いたいねんこれはというと、 感覚器官を与えられた混沌は知識が急激に増大したせいで混乱し狂って死んでしまったということを言ってるわけですよ。そして話を元に戻しますけども、ここのね、広大な無意自然に対してはちっぽけなしょうもない短い時間しか生きれないような人間がその知識っていうものを与えようとすると自然そのものを、ね、破壊することになる。まあ自然のバランスというものを壊すことになるから、にそんな 人間のちっぽけな知恵とかで自然というものを測ってはいけませんよというお話でした今回は定期テスト混沌という部分について解説させていただきました最後までご視聴ありがとうございますテスト勉強の参考になったという方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたしますはいそれではテスト勉強ねしっかり頑張ってください皆さんバイバイ